Hi everyone, thanks for watching. 英語英会話一日一言。Today we'll be looking at Q015. Q15, okay? Q15 is... ありえねえ。Okay, what would that be in English? ありえない。ありえねえ。は英語で何と言うでしょう ?3 秒考えてください。では答えです。答えは No way! No way!Okay? というのが英語でありえない、ありえねえという時に使います。でこれもNo は分かるし Way も分かるけど一緒にするとありえない、ありえねえという意味になるんですね。これもイディオムとして覚えておいてください。 Okay? じゃあ発音はすごく簡単なんですけど一応やってみましょう。 No way! No way! もう一度いきましょう。 No way! Okay?こういったイディオムをたくさん覚えていくと実は映画とかを見ていて分かることがすごい増えてくるんですよ。なのですごく重要なのでぜひ覚えておいてください。 OK? OK and あとはですねエモーションちょっと感情を入れるようにしてください。普通にありえねえありえないとか言ってて全然なんかそんな感じしないよって思うじゃないですか。なので英語の場合は少しでいいのでちょっと感情を入れてください。 No way! ちょっと手をつけてください。No way! この後は、Really? 本当ですか? OK? そんな風にも使えるので、一応練習してみましょう。じゃあ皆さん手を出してください。No way! Really? ちょっとこう眉毛が上がると、感じが出るので、もう一回やりましょう。No way! Really? OK? ちょっと裏返るか裏返らないかぐらいのところで止めておいてください。OK?Alright, so thanks a lot for watching. I hope to see you in the next lesson. Alright, bye.